自民党派閥裏金事件を受け、衆院選で自民非公認となった前職の萩生田光一氏、東京24区は25日までに自身の X、Q、ツイッターに動画を投稿し、党本部から自身が代表を務める党支部に2000万円の支給があったと認めた上で、ありがた迷惑だと述べた。萩生田氏は、支給を決定した党執行部を批判し、 返金も含めた対応を党本部と協議すると語った。交付金に関し、今回の選挙で全く使用していないと言明し、党の政権公約すら手元に届いておらず、党政拡大の何について使用できるのか、非常にわかりにくく、誤解を招くものだとも指摘した。自民党が衆院選で非公認とした、 裏金候補側に公認候補と同額の2000万円を支給していた問題の波紋は広がりを見せており、派閥裏金事件に関与せず、正当に公認された候補の関係者も、なぜ同額なのかと不満を口にし、迷惑千万だと選挙戦への影響を懸念した。裏公認、立憲民主党の野田義彦代表との指摘に対し、石破茂首相は、 候補ではなく党支支部に支給したと反論しているただ都内の別の選挙区から立候補した公認候補の秘書は金額が同じでは統制拡大のためといくら説明しても理解されないだろうと話した以下はネット上の意見をまとめたものです私が八王子市民だったら対抗馬が共産党員しかいなかったとしてもそちらに投票する。 萩生田さんには絶対に投票しない。今までどれだけのことをしてきたのか、八王子市民はちゃんと理解してほしい。その上で投票行動につなげてほしい。党本部から通知文書も届いていたわけですから、マスコミ報道の前に返金すればよかった。そうすれば、そのような報道がありますが、私はすでに党本部へ返金していますと言えた。 党本部が受け取らない場合は、教託の手続きをすればよかった。受け取っておいてバレたら言い訳は見苦しい限り、行動を起こす時間はあったはず。支給の話は事前にあったと思うし、その時点で支部長として辞退されたらよかったのでは。もらっておいて、世論が荒れて、後から迷惑だと言われても、自作自演だとしか思われないよ。やっぱり、 裏金問題から橋を発し政治家の人となりが見えてきているが世間との感覚がずれている有権者は本質を見極めしっかり判断してほしいですねいくらありがた迷惑と言っても受け取って返しもしないのですよね自民党を自ら離党し自分の裏金の詳細を誰に何のために渡したかまで詳細に公表し脱税があれば追徴金を支払い 刑事罰も受けると宣言し、この2000万円を全額ユニセフに寄付するなら、次の選挙に出てくれば、もう一度直な目で見ても良い。くらいに思っている有権者が多いのではたとえ当選して、自民党が与党になっても、裏金問題は、状況証拠から100%犯罪であることの隠蔽なのです。裏金問題に追及は終わらないと思います。 泣いて懇願するもの、選挙資金支給で迷惑だというものなどなど、裏金候補者の人たちは、法律では止められないが国民を裏切ったみそぎとして、自民も自民ですよ、東京24区に自民、公明の立候補者がいて2000万円を支給したら、理解もできるが、誰もいない。 萩生田候補自身が支部長を務める支部に支給するのは明らかに間違ってる使ってる使ってないの話じゃない常識の話を国民は言ってるんだなら確認した時点で返せよ自民党も萩生田候補も言ってることやってること全く反省などしていないのが丸わかりです石破の対応がただの安倍初節をやってるふりだったということでしょう チャンバラやってるのと一緒基本的に私は安倍派の方たちは積極財政派の人たちが多いので宏池会の岸田派よりも好感を持ってますし今回の裏金もはっきり言って茶番だと思ってます今の国会議員には誰一人安倍元首相暗殺事件の犯人とされる山城の裁判が未だに開始されることを追及する人物はいないのでそれが証拠 勝手に振り込まれたはんぼなんでもおかしいよね。執行部を批判してるようだが、振り込みに対して通知はいくだろうし、そのような通達がないわけがない。あらかじめそのような取り決めがあり、その時には意義を唱えなかったんだろう。もらえるものはもらっておこうとね。ことが明るみに出てからこの政治家のやりとり何度見てきた全部責任転嫁。今度は執行部か 金に汚い政治家はいらないよ。たとえそこの選挙区に目しい候補者がいなくても、このような政治家を落選させなければ、事情作用はない。今の時代、口座振込完了ゆえに、受け取り済み、となるならば、党本部へ返納とわかる方法で2000万、過去の提供済み資金残額を、使用明細明確化しながら振込実行を願います。 石田氏が森山氏を幹事長にせざるを得なかった時点で石橋氏の人脈の限界かと思われた当選後の数合わせの追加公認を念頭に森山氏の裁量で支給されたものであろう党と内閣のように心情を位置とするものを置くだけの持ち駒がいない時点で石破総裁は積んでいる政治資金の流れについて議員 この場合は、支部長が知らないでは済まないが、裏金事件の最大の反省点でしょ。他の非公認候補も、振り込まれた事実を知らなかったと、党本部を責めるが、本部から振り込まれた事実を知らないと、議員が強弁することは、もう許されない。表沙汰になってから、ありがた迷惑なんて、その態度は、不記載の事実を知らなかった、誰が不記載を支持したのか知らない。 すべて事務方の責任者がやったことと議員が責任回避するのと同じ。萩生田氏の言動は萩生田氏自身が不記載問題について全く反省していないことを証明するものだ。公認候補にとっては本当に迷惑だろうね。石破さんが裏金議員を非公認としたことで少しは中道の不動票が戻る可能性もあったのにやっぱり自民党は ダメなんだと決定づけるニュースになってしまいましたからねただこの原因が結局地元有力者にばらまく金なんだろうなと想像できるので公認だろうと非公認だろうとやってることは同じ政治に金がかかるイコール選挙に金がかかるイコール地元有力者に実弾をばらまくという政治と金の根本問題を解決する気は 自民党にはないということがはっきりした事案になってしまいました。本部から支部に支給されることに何も違和感はない。自民党の候補者がいない。選挙区でも比例で、自民党病が入るように選挙活動はしないとね。違和感があるのは、こういう経緯があっての非公認な人が支部長なのがおかしい。萩生田氏が執行部批判と言って、 もともと安倍派の裏金問題が今回の総選挙の苦戦の原因であり、そのことに対して反省もせずに選挙をしていること自体が自民党にとっては迷惑以外の何者でもない。盗人たけだけしいという言葉がぴったりのセリフだ。自民党はこのような人物を仮に当選しても公認するつもりなのだろうか。品すればどんするという言葉が頭に浮かんだ。 感覚のズレがひどすぎる。政党交付金と企業献金二重取り政党交付金はリクルート事件などあって企業献金をなくすためにできた議員数が多いからとんでもない金を持ってるから2000万なんか小遣い程度にしか思ってないんじゃない ?2 階に50億いくくらいだからね。っていうか今の国民はどうなってる貧困化が進んで生活はカツカツ状態だよ。 こんなずれまくった感覚の自民党が与党なんかありえない。また自民党が過半数取れば地獄は続くしさらに加速すると思うよ。